ルームメイトは、データムポリスターが1997年により、セガサターン他の家庭用ゲーム機で発売している、美少女ゲームのシリーズ。競技では、1997年1月から1998年4月にかけて発売された、井上良子三部作を指す。それ以外の作品及びドリームキャストで発売されたシリーズはそれぞれ以下の項目を参照。 全作品に共通しているシチュエーションは、主人公が一軒家で一人暮らしをしているところに、知人の紹介でヒロインが居候をすることになり、同居生活を営むことになるというものである。このシリーズで斬新なところは、セガサターン本体内蔵の時計とイベントを連動させることにより、リアルタイムでイベントが進行する点であり、クリスマスなどのイベントが、 現実の日時と連動して発生する点で、画期的であった。1997年2月14日発売。高校2年の良子が主人公の家で居候になってから2ヶ月間の同居生活を描く。イベントは1年を通じて入っている。エンディングの変化は、イベント時の選択肢だけでなく、ゲームを起動した回数も影響する。1997年9月25日発売。 前作で家族の住むアメリカへ旅立った涼子が夏休みの間主人公の家に戻る場面から始まる。前作では2ヶ月間というゲーム期間から本作では1週間に短縮されたがその分だけイベントの密度は増えている。前作の設定をそのまま継承した続編であるがキャラクターデザインが前作とは大きく異なっている。シリーズ完結編 1998年4月29日発売。本編のスタートは2月3日で、良子の受験と卒業を描く。良子からもらったハーブを育てたり、玄関先の電話台に置かれた、録音機能付き白クマのぬいぐるみ、ポーラで良子と声の伝言のやりとりなど、ミニゲーム的要素も多い。1999年4月22日発売。ファンディスク。 シリーズ3作に関連するクイズや良子が起動した日のうんちくを披露する今日は何の日モードなどが収録されている。1999年7月29日発売1作目のプレイステーション移植作セガサターンと異なりプレイステーションには時計機能がないため時計機能を持ったメモリーカードであるポケットステーションが必須となる。 2014年10月22日からゲームアーカイブスにて配信開始。レーティングは 0B、Windows95 対応。1998年2月発売。本作だけデータムポリスターでなくイメージファクトリー IM が発売している。リアルタイム連動に加えて通常のアドベンチャーゲーム形式のモードが選択可能であったり。 本作だけのオリジナルキャラクターで林家に住む女子大生鈴木泉が登場するなど多数の要素が追加されている。発売当初の製品版では様々なバグが発生していたが後日データムのサイトで解消するパッチプログラムが配布された。ルームメイト井上良子はゲームスポットでは6.210のスコアでリアルタイム機能が革新的で会話のリサイクルは 必ずしもされず、ゲームプレイは、良子の話を聞いて、適切な選択をすることがほとんどだが、夢中になるほど楽しめたとした。ルームメイト、井上良子は7、5、45の21点。レビューアーは変わらない斬新さがあり、良子が可愛いとしたが、イベントや、会話やリアクションが、少なくもっと触れ合いたかった。時間設定を変更して進めるにも手間がかかる。 毎日プレイしても意味があまりない、システム上仕方ないが必須である、ポケットステーションの機能は、おまけ程度、SS バンドの際であるイベントがなくても、様子を伺えることやイベント発生がわかるシステムは、かえってゲームのコンセプトからして問題があるかもしれない、両子の顔がなぜか劇画調といった内容に対して、全体的に改良が必要とした。メディアワークスの電撃ジーズ文庫より、 本作のノベライズが刊行されている。ゲーム一作目でしか見ることができなかった、キャラクター原案、拓馬智帆星の差し絵を見ることができる。良子より一歳年下の主人公、大沢悟の視点から良子との共同生活が描かれる。細部の設定は、ゲーム本編とかなり異なっているが、ゲームを未プレイでもすんなり読める内容になっている。なお、 大沢悟編が完結した後に、姉妹作として、クラスメイト E、リンリンの場合が刊行されたが、関連性はほぼ皆無である。2000年、ドリームキャスト版が発売されたのに合わせて、電撃ジーズ文庫では、新シリーズ、ルームメイト M が開始された。ルームメイト W と、ルームメイトノベルのノベライズは各項を参照。データムポリスターから、ラジオ番組、 電撃大賞で放送されたドラマ CD2 点をはじめ、サウンドトラックや主題歌などを多数の CD が出ている。2000年3月16日には、井上良子三部作、ファンディスク、良子のおしゃべりルームの4作品を収録した豪華版、ルームメイト、井上良子コンプリートボックスが発売された。同ボックスの特典として、応募者全員に、 井上良子からの手書きの手紙が届くというスペシャル企画があった。ありがとうございます。